さてですね、これから A グループ最後となります。株式会社 SE4。皆様、拍手お願いします。Are you ready? Yes. Okay, here we go. よろしくお願いします。 SE4 はカルダシェフ2型の文明を築ける技術を作っていますカルダシェフ1型というのは地球全体のエネルギーを使える文明なんですが2型は太陽系全体のエネルギーを使える文明のことを指していますやることは簡単です宇宙産業革命を起こせばいいんです SE4 はロボットを人間の代わりに宇宙に送ることで人間の同等の知恵を持ったロボットが建設や組み立てを行えるようになれば宇宙産業革命を起こせるというふうに考えロボット制御プラットフォームを作っています SE4 のチームは20人9カ国からなるた非常に多くの分野からの専門家を集めこのプラットフォームの作成に取り組んでいます今までの技術が何がダメなのか例えば遠隔操作は1対1操作なのでロボットにつき1人つかないといけませんそして信号や 距離の品質とともに効率性が下がります火星の遅延30分では全く使えませんそしてリアルタイム制御なので高い集中力が必要になります人工知能は技術単体として成熟度がまだ足りませんし間違いが起きた場合に誰も修正できません SE4 はこれを全部解決するロボティックス AIVR を組み合わせたプラットフォームを提供します動画をご覧ください まずロボットがスカンした環境の中でユーザーザは物体ををその環境にに置きに行きき行情報をつけていきますそのつけた環境の中でシミュレーターを使ってどういうふうな行動を起こしてほしいかを物体を浮かせるなどして指示を出しそれをまとめてロボットに送ります。 すべてを受け取ったロボットはコマンドレベルで何を実行すればいいかというのを自己判断しユーザーの意思通りに物事を決定していきますこのような複雑な持ち帰るなどといった作業であってもユーザーの簡単な指示で実行できていることがわかりますまた物体が動いてしまってもビジョンセンサーが入っているのでその動きを感知し引き続き作業を実行することができます これはどんなロボットにも使えるので例えばこのように土の領域を A から B へ移せという指示を出せばショベルカーとダンプトラックが協業して自動でその作業をやってくれるということも可能になりますこれだけの汎用性がうちの技術は持っていますこの技術はオーケストレード・オートノミーというふうに呼んでいます オーケストラを指揮するようにユーザーが複数のロボットに指示が可能で複雑な問題が生じた場合でも VR で改ざする人間の対応能力を利用するのでロボットに人間同等の知能を持たせることができますそして変化をまとめて定義して送るので通信チェーンには全く影響されませんこのような特徴から SE4 は地球上でのビジネスの 可能性も持っています現在はポテンシャルパートナーとともに例えば土木作業の基本的なものであったりですとか施設や無人操作というところを現在ビジネス化できるところをポテンシャルパートナーとともに取り組んでやっておりますそして2022年までには実際に宇宙に進出し宇宙での無人操作などの実現に向けてプラットフォームの作成に取り組んでいっておりますどうもありがとうございましたありがとうございました 非常に、えー、興味深いのプレゼンテーションだったんですが、キューアンドエはいかがでしょうか。はいじゃあ、堤さん、お願いします。非常になんかわくわくするプレゼンで、はい、面白かったんですけれども。あの、さっき途中で変化に。通信遅延が起きませんっていう説明があった方、はい、そこもう少し具体的に教えてもらえますか。はい、えっと。 実際にリアルタイム制御だと1つの行動に対して1個の行動が起きるので例えば遠隔操作だとその遅延が10秒だったら10秒後に行動が起きるんですが自分たちはその行動を全部シミュレーターの中で改めて全部人間にやってもらいますなので人間はシミュレーターを使ってやってほしいことを全部定義しそれをまとめてロボットに送ってロボットがそれを受け取って実行するので人間にとっては遅延を全く感じませんなのでそういう行動で30分待たないといけないっていうのは全然なくてロボットはそれを受け取ったらもう作業開始してしまうなのでえっと 効率的にできるという。にじゃあ、人間が最初にこうシメーターにこう全部インプットしするわけなんですね。てどれぐらい時間かかるもの。なえっと、例えば、さっきの、えっと、あれを全部、えっと、ポールをさすうような作業の場合は。あれは実際に一分間ぐらいの操作で3、三、四分ぐらいの作業を再生成できます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。 逆にあの宇宙にたどり着く前のロードマップで簡単な土木現場だったり高度な現場だったりというロードマップがあったんですけど逆にそういった場そういった宇宙にたどり着くまでにどういったユースケースというかこういう現場で使われるみたいなところの想定っていくつかあればまずあのダンプとショベルカーの指示を出したんですけどあそこは結構大きなユースケースの一つだなというふうに考えて。 とい,てていうのはオーストラリアみたいなすごく大きい鉱山というのは非常に機械が多くあるのに対して人間のコストは非常に高いんですよね中心に送るので大体1人2,000万ぐらいかかるところを全部ロボットが遠隔操作できるようになればすごく安くなるというところもう一つは海中ですね海中での操作っていうのは船を運んで潜水艦沈めてそこからの遠隔操作をやるのが一般的なのでそれを地上から陸地からできるようになればそこの部分も非常にコストを下げられるというふうに考えております。 西条さんお願いしますこれはあれですよ、ね、ソフトウェアに価値があってこうロボット感を動かすなんか OS みたいな,な、はい、イメージですよねであの宇宙の時は自分たちでその機器作るからいいと思うんですけど、はい、その鉱山とかじゃなくて例えば街とかの工事現場とかで使おうとすると、はい、そのなんていうんですかショベルカーとか,なんかそういう機器にどうやってそれをインストールすればいいのかと。はい あのソフトウェアじゃなくてその実際に駆動を動かす部分と、ね、あとその法律的になんかその免許がないと多分運転できない、はい、あのと特殊な免許とかもみんないると思うんですけど、はい、そういうのをこうロボットで動かすっていうことについてなんか法律的な何なか。 障害とか進化とかってあるんでしょうか。はい、えっとまず一つ目なんですけれども、特にショベルカーなんかは最近はそのそれを制御するようなインターフェースを公開してる公開してるというか使っている企業さんもえっとメーカーさんとしてありますので、そことコラボレーションができればそれの制御というのはうちのソフトウェアを載せるだけにふいになります。そして法律的なところに関しましては、えっとうちの方ではまずそのチュートリアル等を作って免許みたいなもので練習させるというところも考えていますが、最初の方ではある程度技術を 免許を持っている人たちに操作をさせていて、だんだん法律を緩和させていける方が、えっとやり方としては自然な流れかなというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん改めて拍手お願いします。Thank you very much.